今回紹介するスレはこちら、近所女優ヒロインスレ。やっぱりおっぱいだよな。この子好き？吹き寄せ生理は俺の中で最高の美少女。思ったより大きい。え？やっぱレッサーええよな。ミニスカがエッチだし下手な色仕掛けして私はセクシーであるはずしてるのも可愛いし。それでいて英国のためにで行動が一貫してるところにはかっこよさも感じるわ。傷ついてるところを上条に助けてもらった後、味方に引き入れようとしてるのなんてヒロインムーブにしか見えないよね。ロシア編で上条さんの人となりを知ったはずだから、困った時に連れてくれば基本助けてくれるのはわかってるだろうに、その後の新役でわざわざ上条さんの家に訪ねているあたり、結構レッサーの方から、かっこ友愛か性愛かまだ確定してないけど好意抱いてるでしょ。それまで色仕掛けをしたことないんじゃないかっていう口考察出てるけど、これ踏まえたら今後上条さんのことを異性として見るレッサーが字の分付きで見られるかもって思う。あと酒場で自分のバッグ間違えちゃうのお茶目だよね。すげえレッサー愛だ。飲みすぎた客が間違えて持っていこうとするからテンパっただけだし。巨乳ロリ最高だわ。小4でぶらつけ始めた強者やぞ。やっぱりそれって早いん。これはなかなか。ふむ。性格含めてドストライク。ラクロスみたいな格好なのになんで生パンなのかはマジで意味不明。やっぱレッサーよ。上条と馬は魔女よ。巨乳いいよね。結局上条さんを好きなヒロインって何人いるんだ？言うてシスターズカウントしないと両手で足りるくらいか？いやもっといるよ。まずアレイスターだろ。次にアレイスターだろ。あとアレイスターもだな。一粒で二度美味しい。プラスチック爆弾は甘い味がする。と似たベクトルの美味しさでは。中身おっさんだが美少女だし恋愛感情持ちは少ないぞ。全然少なくないけん。いつもの参考にしてくれ。確実なのは逸話とインちゃんとミコッちゃんと食法と三つありかな。姫神、雲川、オテヌス、バードウェイ。恋愛絡むと実はラノベだとヒロイン数は並レベルなのよね。オテヌスは恋と織り越して理解者だし、バードウェイとかはお兄ちゃんよりだし、レッサーは割と本編外だと思いんだっけ。きちんとした恋愛で絞るのが難しい。結局それは読者ここの判断になるんで。巨乳スレに戻すぞ。いつはネイチンはなんだかんだエロい。打天使エロメイドがあるから。逆にあれはエロくない？体は最高だぞ。アレイスターと対面させなきゃ可愛いぞ。コロちゃん、再登場してくれよ。まだ上がってないのが驚き。こんな美人でおっぱいでかいのになぜかしこれない。ふむ。逸話と比べるとどちらが大きいんだろうか。妖艶もいいぞ。でかすぎ問題。姫神。これが作中での最後の輝きなのが泣ける。本人の自己評価。王道も好きです。普段体型の出にくい服着てるのがいいよね。もっといろんな衣装着せてほしい。恋愛感情より信頼が重いってやつの方が多いと思う。オテヌスは恋愛感情をもはや通り越してると思う。解釈を否定する気はないがそれは人それぞれ違うから。でかい。金書パンモロヒロインランキングしてくれ。履いてないぞ。いつは巨乳ではないが、同じく巨乳ではないが見事なパンモロ。巨乳に戻そう。小説版では画像ないけど漫画でちゃんと書いてくれました。本来は真っ先に出るべきキャラ。レッサーの胸は大きい。古事記にも書いてない。レッサー。アニメ公式のこの功績、世は忘れてはおらん。わかる。そういやとあるの最大サイズって誰になるんだろ。やっぱりオルソラ？ L カップのビバリーシースルーじゃない？誰だ？って調べたらマジで知らない人だし、出番もモブレベルなのにめちゃくちゃ好みだった。どうしてくれるんだ？もう出番ないの辛いだろ。いいだろ？レールガンで最高の演出につながって。鉄橋は恋の合図の監督だぜ。この人多分かまちい作品でもトップですよね。サンドリオンも結構あるけど、いろいろあって知人だというか若返ったというか。名前不明のモブキャラ、とある魔術のインデックス3期の15話に出てきた。暗部編特有の妙にダーティな描写好き。学生の女の子サンドバッグにするだけでもやべえのに、ちゃんとエッチなのも最悪だな。ふむ。いろいろすごい。雲川先輩という字。誰かレッサーのタクシ上げパンチラ見せてくれ。これかい？これ。探してた。感謝。というかここの部分アニメ化かゲームか、もう出てる？アニメ化してる。赤だった。
アニメは3期のこれだね。もうアニメされてたんか。何期の何話？3期の18話。まあ、3期は1期2期以上の詰め込みで色々とあれ。もっと挿絵に近い感じのない？挿絵の数秒前っぽく見えるが。かっこ足広げて股間部よく見えてるの。アニメはこの感じでスカートパタパタしてたからな。挿絵みたいに広げなかったなぞ。挿絵みたいに広げてたらエロ度があれだから、の改変、かっこ快悪だろ。言うて直前でスカート抜いたカットもあるにはあるからな。ほう、でかい。とある F は新薬以降の話も先取りでフルボイスしてたりするのいいよね。23代目投資様。エステルいいよね。ネプチュスでかいけど、格好の方のインパクトがでかい。レッサーはでかいんだ。露出の少ない服だからこそ膨らみがエッチなんだ。栄養が胸と脳に行く女。着ているものはオーバーオールのみ。レッサー愛好家とスマホゲーの画像のセルスレになってる。ラノベ挿絵では情報が限られるから、ネタ切れ気味になるんだ。だから他で補うんだ。いろいろとアレな3期だけど、滝壺の重そうな胸の描写は本当に良い。このプロポーション、相場のおかげでおぼこと判断されてしまった第二王女。ここまで触法のエロ系パンチラパンもろっぴろげなし。健全なのしかない。こいつほんと栄養向いてんな。触法は水着や下着姿の多いのにな。ちょっと待てこれは何の状況だ？下着透明山がっぱとはなかなか思いつかんぞ。下着じゃなくて水着山がっぱなんだぜ。なおこの場所は冬のイギリスな模様。学園都市に大熱波とかあったし政府。神里はいい仕事をした。大熱波の功罪をすべて背負わされる神里本当に好き。原因は唯一さんで実行したのはフランなのに。おかげで冬に水着姿が見れる。なおサバイバル。夏は終わったけど水着イベントができるとかいう天才の所領なのよな。まああとに真冬のイギリスで水着着用の中学生も現れるわけですが。真冬のイギリスとかかなり寒いような気がする。実際凍えてたぞ。吹き寄せでこれがないとは。これは夜な夜なクラスメイトの精子を消費させているな。でかい。アニメは盛られたりするけど、それはそれとしてでかい。麦野もでかいんだけどなぁ。姉はでかいけど、妹も結構でかい。タンツボ野郎だが、おっぱいはよろしい。巨乳といえばオルソラ。オルソラの話しようぜ。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。